ムバラ、または、ムバラは、セネガルのダンスミュージックである。ムバラは、西洋の音楽と、民族音楽の融合である。ムバラという名前は、サバールのリズムから由来している。ムバラの中心楽器であるサバール・ムバラミュージックは、1970年代に、セネガルで生まれた。その頃、セネガルで人気のあった音楽は、キューバのルンバ、ハイチのコンパ、コンゴのスークース、 アメリカンソウルとファンクだった。植民地政策から脱却し起源へ戻るアフリカ中心主義による影響で、セネガルのミュージシャンたちはそれらの音楽と伝統的なセネガルの音楽を融合し、ナショナルアイデンティティを取り入れた新しい音楽を創造し始めた。ミュージシャンたちはサバールのリズムに合わせ、ボロフ語で歌い始め、ダンサーたちはサバールに合わせて踊り、 まるで伝統的なグリオのように歌手にチップを渡し始めた。この新しいスタイルを演奏したバンドの中では、エトワールド・ダカールやラームダーンが革新的で最も人気があった。そして、ウバラとその踊りは他の地域まで広がっていった。世界的なポップミュージックの流行の影響を受け、ウバラはキーボード、シンセサイザーなどの電子楽器を使用するように進化していった。ウバラは 初期は、ジャズ、ファンク、ラテン、コンゴのポップスに影響を受けていたが、今日は、R&B、ヒップホップ、クーペイコールで彼、ズークや、その他のラテン音楽や、アフリカンポップスの影響を受けている。最近では、ムバラアーティストはこれらのジャンルのアーティストと、しばしば共演している。例えば、ビビアン・ドールが、ズークのスターである、フィリップ・モンチエロやマリジンのラップスターであるモコベと 共演した。おそらく最も有名なものは、ユッス・ウンドゥールがネナ・チェリーと共演した曲、セブン・セカンズであろう。それは、ベール、サバール、タマの音に、アフリカ風かつアラビア風のビブ音を多く含むボーカルが合わさる、西アフリカのダンスミュージックでは最も国際的に影響を与えた曲だった。バラダンスは、ナイトクラブや、社交的な場でよく踊られる。 特に若いオロフ族の間で人気がある。バラダンスは年齢や性別で運動内容は変化するが骨盤の回転や膝を動かす運動を多用する。バラダンスは人気曲の増加に対応して次々と新しい踊りが出現している。パトリシア・タンはこの運動について以下のように記述している。踊りの一例としてボンティ・ラトゥアやザッジ・バイ、モーレ・イチンがあり、 最近では、ジェルコティがある。そして、これらのダンスが流行しているのは、サバールと密接に関係がある。トーキングドラム演奏者というスーンドゥールセネガルでは、楽器や歌は特定の性別や年齢層の人のものだった。音楽はグリオのみが演奏することを許されていた。グリオは、歴史や家系などをメロディに乗せて歌っていた。現在もグリオは、 結婚式や葬式などの式典に参加している。音楽はバラフォン、リティ、タマ、サバールといった楽器で演奏される。1970年代には、フルート、エレクトリックギター、ピアノ、バイオリン、トランペット、シンセサイザーといった西洋の楽器がダンスと共に使われるようになった。楽器の演奏に加え、歌とダンスは音楽に伴う。バラの歌詞は、社会、宗教、 家族、道徳的な問題を歌うものが多い。パトリシア・タンは以下のように記述している。ムバラの特徴としては、サバールのリズムとなる。ボロフ族のサバール演奏者の用語で、ムバラとは伴奏を意味する。サバールのアンサンブルでは、それぞれのドラムは別の役割を果たす。ムバラのパートは、一つのダンスから、他のダンスまで、リズミカルに変化する。ありがとうございます。